それでは、2の2番に行きましょう。あのちょっと、この解説あの当日の夜作ってるんで、で当日の夜中に仕上げようと思ってるので結構あの冒険してまして、でそうするとどうしても丁寧な説明で取り直しとかあんまり何回もできないもんですから、あの説明が不十分だったり、若干あの不足してるところもあると思うんですが、まあ、速報だってことで許してください。それでは、右の図はあるクラスの生徒36人が夏休みに読んだ本の冊数を度数分布に整理したものである。5冊以上10冊未満の階級の相対度数を求めなさい。さて階級とか相対度数ということをと、資料の整理でどういうふうにしてるかというと、ちょっとこれ一つの例なんですが、これあるおもちゃで飛ばした距離のことを整理した資料なんですが、まあ、2.3 メートルから30メートルから 2.50 メートル未満までというある幅です。で同じ幅で、そこまで飛んだやつがいくつあるかを、測ってみるんですね。これ20個飛ばしました。で20個中1個がこの範囲にある。で次1個がこの範囲にある。で1個が、この7個がこの範囲にある。で8個がこの範囲にある。で2個がこの範囲にある。1個がこの範囲にあるということです。で、その階級の度数の、まあ、全体の合計数が、まあ、度数ですね。これ度数20、もうこの遊びをしたと。でそのうちの例えばここだと8で20分の8を小数で表したのが実は相対度数ということです。全体の中のその階級の度数を、まあ、分数で表したものを最後小数にしたものが相対度数ということになります。で、まあ、他の考えもいろいろあるんですが、まあ、とりあえずここまでで説明しておきましょう。それでは、まあ、これ簡単です。実はつまり全体が36の中でもう計算するまでもないというか、5冊から、36分の9ですね。で36分の9って4分の1ですね。4分の1を小数に直したら 0.25、まあ、まあ一応書いておきますけど暗算でできるレベルですので、考え方さえ分かっていれば暗算で4分の1 0.25 できます。はい、ということで